もうすぐ冬が来る。俺たちの県外遠征が本格的に始動するのは、路面凍結のシーズンが終わる来年の春からだ。来るんだろ、俺たちの新チームに。夏以来ずっとお前と再戦することは俺の最大の目標だった。だけどそいつは来年まで先送りだ。兄貴のタイムリミットがあと1年なら、その1年間は全力を尽くして兄貴のゲームのために俺は走りたいんだ。だから1年の間お前とは休戦協定だ。俺たちと一緒にやろうぜ。兄貴のコーチを受けて1年経てば、お前はシャレになんねえくらい手強くなっちまうだろう。だけど俺はそれを上回るレベルに完成してみせる。その時まで勝負を預けておく。1年後俺はお前に勝ってプロを目指す。来いよな、一緒にやろうぜ。プロジェクト D？ 何それ？レッドサンズの高橋涼介が作った新しいチーム？知らねえよ、初耳だよ。県外遠征用のスペシャルチームなんだってさ。関東全域に向けてバトルの挑戦者をオープンで募集してるんだよ。ストリート限定で何でもありらしいぜ。どういう意味なんだろうな、 D って。セブンスターリーフのダウンヒラー末継徹の走りを地元で知らない者はいない。プロジェクト D が地元に来る。この知らせを受けて熱くなる徹。群馬エリアがどれほどのもんか知らねえけど、俺たちを舐めてかかると痛い目に遭うってことを教えてやろうぜ。バトルに向けて集中力を高めていく徹だったが、タイムアタック用の勝負タイヤがどうしてもワンセット必要な事態になっちまったんだ。頼むよ、なお金貸してくれ。トールの彼女ナオは車にばかり金を使うトールに困り果てていた。金を貸す代わり、バトルに負けたら走り屋を辞めるよう条件を出すナオ。ナオのためにも、そして走り屋を辞めないためにも、トールは負けられない。だがプロジェクト D のドライバーを見たトールの顔色が変わる。藤原拓海です。なんだこの感じは。今までこんな風に感じたことはなかった。しびれてしびれてたまんねえぜ。俺を守ってくれよな。俺はプロジェクト D に感謝してるんだ。長い間走り屋やってて、こんなすげえテンションで走れることなんて、そうめったにあることじゃない。こんな気分になれることは人生でもそう何回もない。セブンスターリーフの代表として悔いが残るようなみっともねえ走りは絶対しねえからな。さて、ぼちぼち追っ始めるとするか。
の違いを思い知らされたぜ。アツオ、俺たちが相手にしているドライバーは途方もない奴らだぞ。プロジェクト D、 こいつらにはオーラがある。末次通るクラッシュ、走行不能。しかしセブンスターリーフのもう一人のエース河合敦夫が立ち上がる。いろいろ考えたところで、結局コースに飛び出してしまえば、信じられるものは自分のドラテクと手塩にかけた車だけだ。もみじラインを緊張が包み込み、遠征バトルの第2幕が上がる。河合敦夫だ。俺は高橋圭介。一体何なんだこの得体の知れない奴感。なぜあんなに落ち着いていられる。どれほどの実力か知らねえ。簡単には負けねえぞ。セブンスターリーフの意地を見せてやる。サーキットで走りに行くときみたいな走りをこの峠でそのままやってやるぜ。あんまり無理しないでくださいよ、敦夫さん。無理するぞ。こんな時に無理しないで、いつ無理するってんだ。俺だってロードスターぶっ壊すまで頑張ったんだぞ。見せてやるぜ、400馬力の全開ヒルクライム。Thank you.
てもいいかな。ストレートの加速はこっちの車の方が上だと感じていたのは俺の錯覚なのか。違うな。ストレートのトップスピードの伸びは手前のコーナーの立ち上がり方次第で随分差が出るんだ。どのコーナーも同じように攻めてたらダメなんだ。全体のつながりを考えて捨てるコーナーもあるってことさ。俺の FD があんたの車より速いんじゃなく、あんたが自分の車のポテンシャルを使い切れてないってことじゃねえのかな。俺には理解できてない。もっと深い何かがあるということなのか。すげえな。なんかもうどうしようもなくすげえや。プロジェクト D 高橋圭介。難しいと言われてる FD3S、 あれだけ見事に乗りこなされちゃうな。塩名峠、そこは走り屋の遊び場的なスポットとは違う。そこは元ラリーストだったショップの社長が車好きの若い客たちを集めて始めたドラテクの特訓教室。ドリフト流行のこの時代に速さだけを追求するガチンコの走り屋集団東道塾のホームコースなのだ。そこでは日夜塾生たちがセミプロ級のドライビングテクニックを競い合い、峠の走り屋とは一線を画すハイレベルのバトルが繰り広げられている。エンペラーの須藤恭一もまた東道塾出身の走り屋であった。プロジェクト D にとって今までで間違いなく最強の対戦相手である。ここで潰されてしまう程度のプロジェクトならどっちみちこの先も勝ち抜けない。この一戦に自らの進化を問う。総力を挙げて東道塾を粉砕するぞ。藤原匠です。二宮大輝だ。若いやつだな。こいつがプロジェクト D のダウンヒラーか。バトルは先行後追い形式でやらせてもらうから、一本目のポジションはそっちが自由に選んでくれ。本気かよ。そうでなくたってこっちは有利な地元なんだぜ。それが俺たちの遠征スタイルなんだね。大した自信だな。分かったよ。そういうことなら一本目は後追いでいく。いいか藤原、一本目が終わるまでバックミラーは見るな。はい。それともう一つ、エンジンは9000回転以上回すな。はい。あれだけ強力な相手に戦闘力を制限するのはもちろんリスクがあるが、うまく一本目逃げ切ってくれれば勝ちに行くためのシミュレーションが描ける。わかりました。頼んだぞ藤原。海広さん、今日の相手すごいですよ。ん？俺にはわかるんです。めちゃめちゃ速いやつです。
気をつけてください、酒井さん。あいつら早いだけじゃない、頭いいですよ。
よくやったな、藤原。お前本当にいい仕事したぜ。よかった。無我夢中で冷や汗ダラダラだったけど、凌介さんがあんな顔するのめったにないから、俺はちゃんと凌介さんの期待に応えられたんだな。よかったな、本当に。ダメですかね、社長。誰にでも邪道だって言われるんですけどね、 VTEC にターボ。俺はインテアールが好きですからね。無差別級でも勝負できるような迫力あるインテアールを作りたいんですよ。二宮大輝のまさかの敗北に浮き足立つ東道塾だが、キャリアならば大輝よりも酒井が勝る。もう一人の東道塾エース酒井は、集中力が高まってくるとまるで笑っているような顔になるという。ついたあだ名がスマイリー酒井。不気味な笑いを浮かべるこの男に圭介はどこまで食いつけるのか。東道塾の酒井だ。一つ聞くけど、あんたのインテグラ NA のまんまか。いや、後付けのターボだ。そっか、そう来なくっちゃな。向こうは先行を選んだ。あいつバカ、長引きと不利なことは分かってるんだ。おそらく一本目から全力で勝負を決めに来るぞ。スタート直後から気を抜くなよ、ケスケ。望むところさ。なんだか気に入ったよ、あのインテグラ。こっちも長引かせるつもりはさらさらないから。攻めるぜ、一本目から。Big in Japan, big in Japan, fire, wrecking your heart.
ませんでした。何も言うなんてお前らの責任じゃねえ。俺たちの認識不足だった。あれほどの相手だったとはな。とにかくこのままほっとくわけにはいかねえ。東道寺が始まって以来の緊急事態だ。東京から友を呼ぶしかねえだろうな。社長に頼んで東道商会のデモカーを貸してもらうんだ。プロが仕上げた車にプロのドライバーが勝負ってわけか。すげえなそれ。ゾクゾクする。文字通り最強の組み合わせだ。友が大輝のいけないんでダウンヒルにアタックしたんだって。マジでかよ。来るぞ。もうそこまで来てる。早い。まさか嘘だろ。この瞬間、2日前に匠が更新したダウンヒルのコースレコードは消滅した。プロのレーサーの実力を改めて思い知る東道塾生舘智之なら、プロジェクト D にリベンジすることができると意気込むが、社長なら多分こんな風に言うんじゃねえのかな。お前ら甘ったれてんじゃねえぞってさ。プロの世界で厳しい壁にぶつかり苦悩していた智之にとって、今さら行動のレースに出る気は起きなかった。だが素人相手の行動レースにこそ智之にとって必要な答えがあるという。塾長に促され、智之はフルチューンされた最強のデモカーに乗り込む。ただでさえ早い東道商会のデモカーにステアリングを握るのはあの舘智之だからな。すげえや。見てるだけで鳥肌立ってくるぜ。俺たちが一生走り続けても到達できないような異次元のゾーンだろうな。こうなるともうプロジェクト D のリベンジがどうこうじゃなくても、今度のバトルは絶対見届けなきゃな。レーシングドライバー舘智之の全開行動バトルなんて、この先二度と見るチャンスないぜ。一方、舘智之について凌介に京一が忠告する。プロのレーシングドライバーなんだぞ。東道塾の中では伝説的な男だぜ。悪いこと言わねえから今度だけはやめておけ。決戦の舞台八方ヶ原は上りと下りのミックスした複合ステージ。一体誰が走るのか。バトル直前になり凌介が驚くべき決断を下した。昨日からのデータを見た上で俺の腹は決まった。今日は86で行くぞ。お前だ藤原。すげえかっこいい。渋いっすよ友さん、レーシングスーツ。俺も一度でいいからそういうの着てみてえな。バカ、これは職場の制服みたいなもんなんだ。これを着るからには遊びじゃ済まされない。道幅が十分にあるので、ここは並んでダッシュするスタートで行きたいんです。それでいい、全部任せる。なら第一コーナーへ向かって
インサイド寄りの左側のグリッドにそっちの車を置いてください。悪くないな。ポールポジションだ。おい、なんだよ、マジかよ。86だと予想もしてなかったことだな。 100% FD で来ると決めつけていたこっちの対応がもろに肩透かしを食らったな。非力な86を出すとは随分舐められたもんだぜ、トモさん。それならそれで面白いことになるぞ。
勝利の女神ってやつがどこかにいるとしたら、そいつを感動させるだけの何かが今日のお前にあったってことだろう。俺の負けだ。行くんですか、トモさん。ああ、明日からまたいろいろあるし、夜のうちに戻った方が楽だからな。ありがとうございました、社長。社長が俺に何を言いたかったのか分かりましたよ。立場が変わるといつの間にか忘れてしまうのかな。プロとして高いモチベーションを保つために戻るべき原点が誰にでも必要なんだと思います。苦しくて迷った時に俺はどこに戻ればいいのか分かったんです。おい、大丈夫か。お前寝たのか。1時間半寝た。それぐらいで起きると結構頭すっきりするらしい。昨日負けたんだろ。負けてねえよ。なんだ。なんだってなんだよ。勝ってちゃ悪いみてえじゃん。いや、別に。配達行ってくる。